よろしくお願いします。私の前の3人の先生方が、DNA とそれから化石について、お話をされまして、私自身とても興味深く面白くお聞きしました。簡単にまとめると、その DNA や化石を調べることを通して人間がどうやって今の人間になったのかということを、調べる研究をされているというふうに言うことができると思います。私も、大きな流れではそうした研究をしたいと思っていまして、もうちょっと具体的には、人間の行動とか心が、どうやって今の状態になったのかということを調べたいということです。じゃあそれをどうやって調べたらいいかということですが、心とか行動っていうのは直接化石に残りませんし、 DNA を見ても、なかなか分かりにくいので、今生きている動物の行動や心を調べることを通して、人間の心や行動の進化的な、あるいは生物学的な成り立ちを調べたいと、そういうふうに考えています。今日は、私が主に研究してきたチンパンジーと、それから最近関わっているボノボについてのお話になります。もうちょっと具体的に言うと、チンパンジーとボノボの社会的知性と、呼ばれるような知性の領域についてのお話をしたいと思います。ここ今ご覧いただいているのが、左がチンパンジーで、右がボノボになります。チンパンジーもボノボも、人間に最も近い関係にある生き物です。そうした人間に近いけれども人間ではない動物を調べることによって、人間の心や行動の生物学的な基盤を調べたいと、そういうことになります。で、今お示ししたのが、諏訪先生のスライドにも若干出てきましたが、人間と人間以外の類人猿の系統関係を示した図です。ここで申し上げたいのは、人と人以外の動物を比べて、人をあえて、ちょっと外から見てみることで人の特徴が見えてくるんじゃないか、そういうことですね。ちょっと堅苦しく聞こえるかもしれませんけれども、これからあとは、柔らかい、もうちょっと簡単な話をしたいと思いますので、気楽に聞いていただければありがたいと思います。私今熊本県に住んでまして、おととい熊本から来たところなんですけれども、熊本に京都大学野生動物研究センター熊本サンクチュアリーっていうちょっと長い名前の研究施設があって、そこで56個体56人のチンパンジーと6人のボノボを飼育しています。ご覧いただいて分かるかどうかちょっと分かりませんが、みんな顔が違います。見る人が見れば違います。我々が見ると、あ、どれがどういう個体だっていうのは分かるんですけれども、当然このチンパンジーとボノボ自身もお互いの顔の違いをちゃんと分かっていて、相手が誰かっていうことに合わせて付き合い方を変えています。簡単に言うと、仲がいい個体もいれば、あるいはなんかよく理由は分からないんだけれども、どうしても反りが合わない、そういうような、いろんな社会的な関係があります。少し自己紹介も兼ねて、そうした社会的な関係を調べようと思ったきっかけに、なるような、私の最初の観察についてご紹介したいと思うんですけれども、1996年に私が京都大学霊長類研究所というところに大学院生として入りまして、そこで飼育されているチンパンジーの観察研究を始めました。で、霊長類研究所に当時見ていただいているようなチンパンジーの運動場があって、その中に人間が入っていく観察スペースがあって、その観察スペースの中で観察をしていたんですけれども、ある時ここで観察をしていたらチンパンジーの騒ぎが始まりまして、突然なんか大きなドスンという音が私の背中側で聞こえました。振り返って見てみると、プチっていう名前のチンパンジーが、大声を上げて泣きながら背中をさすりながら歩いていく姿が見えました。その時は何が起こったのかよく分からなかったんですけれども、研究用に、今となっては古くなってしまいましたが VHS とか、ミニ、8ミリビデオとかっていうものがありまして、それを使って記録をしていたので、後で振り返ってそのビデオを見てみると全貌が分かってきました。これについて、私が本当に大学院1年生の最初の学会発表の時にちょっとエピソードとして、紹介したいと思って、自分で編集をしてナレーションを入れて、ビデオを作ったものがありますので、20年前の古いものですけれども紹介したいと思います。で、出てくるのは、
泣きながら歩いていったプチと、それからもう一人重要な登場人物がいて、アイという名前のチンパンジーです。でそのアイとプチがどうも日頃から反りが合わない関係だと、まあ、そこをちょっと頭に入れておきながらご覧いただければ、分かってくると思います。格子状の風景です。手前に見えるのがドームと呼ばれる建物で、中に人が入ることができます。画面の一番上の端の真ん中あたりにご注目ください。プチという名のメスが別のメスに突き落とされます。ちょっと分かりにくかったと思いますので、もう一度いきます。画面上端、アイという名のメスが突き落とします。何か落ちてきたのは見えると思いますが、もう一度行きます。アキラという名のオスがプチにチャージングディスプレイをしていて、プチはそちらの方を見ていました。最後にもう一度です。まずアキラがやってきて、プチはそちらを見ているんですが、そこを後ろからアイが突き落とします。まあこういう具合で、この顛末としては、アキラという男のチンパンジーがいて、プチはそのアキラの方に気を取られていると、アイが、プチの背後から襲いかかってプチを突き落として、さらに、まあ擬人的な解釈ですが、突き落とされたことがバレないように、また他のチンパンジーの中に紛れていた、まあ、そういうようなストーリーでして、あ、まあポイントとしては、そのこういうやり取りの中でチンパンジーの高い社会的知性が、見えるんじゃないかと、そういう話になりますが、ちょっとこれはあまり追求してもドロドロしくて生々しいので、これはこの辺にして、次にもうちょっとほのぼのとした、ただし社会的な関係についての研究を行ってみました。これは見て学ぶ、英語で言うとソーシャルラーニング、と呼ばれる研究なんですけれども、今さっきのビデオで、プチを突き落としたアイという名前のチンパンジーに2000年に子供が生まれました。で突き落とされたプチも、全く無傷で元気で、プチに娘にパンっていうのがいて、そのパンがさらに2000年にほぼ同じ時期に子供を産みました。でさらにもう一組別のチンパンジーの母子がいて、この3組のチンパンジーの母子の関わりを見てみようと思ったわけです。具体的に言うと、その道具を使うという場面でのお母さんと子供の関わりについて見てみようと思いました。それが今ここで紹介している図に現れているんですけれども、この写真ではちょっと分かりにくいんですが、画面に透明な壁があって、チンパンジーはその透明な壁の向こう側にいます。透明な壁のこちら側に、蜂蜜が入った、チンパンジーの好物の蜂蜜が入った容器が取り付けてあります。そこの一箇所だけ小さい穴が開いていて、チンパンジーは、蜂蜜を舐めようと思ったら、その穴に入る細長い道具を、使って穴に道具を差し込んで、蜂蜜をに浸して、まあ、釣り上げるような、そういう道具使用行動をする必要があります。で3組のお母さんと子どもが研究対象で、お母さんはすでに、こうした道具使用が十分できるようになっていて、子どもはまだできないので、その子どもが、どんなふうに学んでいくのかということを見てみたわけです。これがその研究風景です。2組のチンパンジーの母子がいます。いろんなものが、散りばめてあります。お母さんはもうすでに道具を十分使えるので、黙々とやっています。で子供は結構羨ましそうな顔をしながら、じっと見てます。この段階ではまだ自分では何もできません。ただ何もできないからといって、ただ見てるだけじゃなくって、お母さんがやっているのにこうやって手を出して何か関わろうとするっていうこともあります。そうやって子供が関わろうとした時に、お母さんの反応は2通りあって、こんな風に、舐めるのを許さない、取っていくのを許さないっていう、近寄るのも許さないっていう、そういう場合もあります。ただ今みたいに意地悪な場合ばっかりでもなくて、こんな風に自分の子供が娘が持っていくのを、まあ、黙って許してあげると、そういう場合もあります。
これもそうですね。お母さんがやっているところを、子供が割り込んで取ろうとします。取ろうとしたんですけど今失敗しました。お母さんがそれを拾ってもう一回道具を差し込んで、すると子供がもう一回取ろうとして、見かねたというか、お母さんはふっと道具を差し出してあげているように見えます。ただ今のシーンもう一度よくよく見ていただきたいんですけれども、お母さんは自分で蜂蜜を舐めて舐め切った後にあげているので子供に舐めさせてあげるというわけではないわけです。で、子供の方もお母さんから取ろうとするばっかりじゃなくって、自分で同じことをやってみようと、するようになります。最初は不器用なんでなかなか小さい穴に入らなくって、こんな風になぜか唇がとんがらがって一生懸命さが伝わってくる感じですけれども、だいたい2歳前ぐらいにこうした道具使用行動ができるようになりました。3例の中で早い場合で1歳7ヶ月、遅い場合で1歳10ヶ月で初めて成功をしました。というわけで、子どもはお母さんを見て、確かに社会的に学習をするわけです。で、そうした社会的な学習について、その後私がまた別のところで研究をした例もあります。レイチョル研究所で大学院を出て博士号を取ってまた別のところで研究を始めたんですけれども、そこでナッツ割りのための石を使った道具使用の社会的学習について見てみました。ここではある今出ている一人のチンパンジーにまず人間が手取り足取りこのナッツ割りの道具使用行動を教えました。で、覚えたところでまだ習っていない別のチンパンジーの仲間と一緒にしてみるということをしてみたわけです。こんな風に一人だけできているところを他のチンパンジーが見て、結構すぐにみんなできるようになりました。で、こうしてできるようになったチンパンジーみんなできるようになったわけですが、さらにそこに子供が生まれたので、その子供がどうなるかっていうのも見てみました。上に簡単に結末が書いてありますが、1歳11ヶ月で初めて成功しました。これはその本当に一番最初に成功した時のビデオ映像なんですけれども、最初は完全には理解していないのでこんな風に石を使わずに手で叩いてみたりしてます。で、うまくいかなくて、とりあえずは場所を変えてみるっていうこともしてますね。で、やっぱり手で叩こうとしてますが、隣にある石に気づいて石を持って叩いています。今初めて割れました。で、割れた中身を持って、口に入れてちょっと離れたところまで行って、落ち着いて食べようとしているところなんですが、実はこのちょっと離れたところへ行って落ち着いて食べようとしているのはもう一つ別の理由が実はあります。それはどういうことかというと、お母さんが、ちょっと意地悪なお母さんで、教えないどころかむしろ邪魔をするようなことをよくするんですね。これは最初に一番最初にできるようになってすぐ後の映像なんですけれども、2個目を頑張って割ろうとしています。お母さんがやってきてそのナッツを横取りをしようとするわけですね。でも子供はすごく一生懸命やろうとしていて、もう一個また別のナッツを持ってきて割ろうとするんですけれども、お母さんは右下の方で実は隙を伺っているんですね。で、隙があったので取って自分で割って食べてしまうと。でも完全に隙がないように足を掴んでどこにも行かないようにして取ってしまったりとか。それでも子供はめげずに一生懸命頑張ろうとしていて、お母さんが来るともう取られるのが嫌なので逃げていくんですけれども、口の中に赤ちゃんが持っているところをわざわざこじ開けてまで取っていこうとするという、そんなこともありました。ちょっとだけまた言い訳があるんですが、このお母さんがチンパンジーの全体像というわけではなくて、平均的にはもうちょっと優しい寛容な場合が多くて、子供がいろんなことをしてもお母さんは許してあげる場合もあるんですけれども、まあこういうちょっと極端な例もあるわけです。ただ一つ言えるのは、積極的に教えてあげるっていうことはチンパンジーではほとんどないということですね。誰か子供にいろいろ積極的に教えて何かを伝達するのは人間に特徴的な行動だというふうに言えます。
また話題が変わって、今度は協力行動について調べてみようと思いました。チンパンジーは果たして誰かと協力することがあるだろうか、そういうことを調べてみようと思ったわけなんですけれども、チンパンジーの運動場に穴を掘って、その穴に、容器を入れて、その容器の中に食べ物を置いておきました。でその穴を右下にあるような重たい石で、蓋をしてやります。この石の重さがチンパンジー一人では動かせなくて、二人で力を合わせると動かせる、そういう重さに設定してあります。で、二人のチンパンジーで実際にこの重たい石を協力して動かすことがあるだろうかということを見てみました。答えは上に書いてありますが、チンパンジー同士では最初全く協力をする素振りはありませんでした。二人チンパンジーがいますが、一人が引っ張るともう一人はただ見てるだけになっちゃうんですね。でも相手がやめると自分も引っ張るんですが、同時に引っ張るっていうことを全くしません。相手が引っ張り始めるとただ見てるだけになっちゃいます。ここもそうですね。相手が引っ張ってる間はただ見てるだけで、でもう一方がやろうとすると最初の方はやめてしまうわけです。でこれをこのまま続けてもなかなか大変、拉致が開かなさそうなので、また別の場面を作ってみることにしました。簡単に言うと、私が相手になってみよう、一方が私ですとコントロールをしやすいので、チンパンジーは私と協力をする必要があるということを理解するか、そういう状況に変えてみました。でここでは、私は協力相手なんですけれども、あらかじめ引っ張る方向をもう演技で決めてあります。ですからチンパンジーがもしもちゃんとこの状況を理解するとしたら、私が引っ張ろうとする方向にちゃんと方向を合わせてくるだろう、もしも分かってなかったら全然デタラメな方向に自分勝手に引っ張るだろう、そういう仮説のもとにやってみたんですが、これも答えは上に書いてある通り、すぐにはうまくいかなかったわけですね。この映像の状況では私は向かって左に引っ張ると決めてあります。チンパンジーが理解してたら左に引っ張るはずなんですが、全く理解してなさそうですね。はい、結構意固地にいつまでも反対側に引っ張ってるんですが、でも本当にいつまでもっていうわけではなくて、やがてそうなると思いますが、まだですね、まだ反対に引っ張ってますが、うまくいかないのでちょっと方向を引っ張る方向を変えて、今は2人の方向があったので石が動いて中の食べ物が取れて、ああよかったよかったと思っているところです。これを繰り返していくと、ちゃんと学習をして最初から同じ方向に引っ張るようになりました。それができるようになったところで、また別のテストの状況を作ってみました。今度は私はちょっと離れたところに、知らんぷりをして立っていて、チンパンジーが私に対してもうちょっと積極的な働きかけをして、誘いかけのようなことをするだろうか、そういうことを見てみたかったわけです。これがそのテストの本当に一番最初の、時の映像です。私は真ん中に石があってちょっと離れて右側に立っています。ちょっと暗くて分かりにくいですが、チンパンジーはまず最初自分で引っ張ろうとしています。ただ当然一人では動かせない重さにそもそも設定してあるので、いくら頑張っても動きません。そうするとこのチンパンジーはふっと私のところにやってきて、手を取って、石のところに来いよと、そういうような素振りをするわけです、ね、だからちゃんと、第1回目一番最初のテストの時から相手を誘いかける、そういうことは、このチンパンジーは行いました。これは今のシーンをまた別の角度から見た映像なんですけれども、まず最初は自分一人で引っ張ろうとして一生懸命やるんですけれども、なかなかうまくはいきません。で離れたところの私を見て、手を引っ張って一緒に引っ張ると、そういうわけです。でこんな具合に人間とチンパンジーだと、相手に合わせたり相手を自分に合わせたりすることができるようになったわけですが、じゃあもともとの問いであるチンパンジー2人でどうなのかっていうのを、もう一度テストしてみようと思いました。
ただ石を引っ張るのは人間の側もちょっと実験する方が大変で重たすぎるので、あんまり準備するのが非常に大変なんですね。でもうちょっと簡単に、テストできる状況ができないかと思って、毎晩寝ながらというか寝る前に考えて、思いついた方法があります。ですから、チンパンジーのこうした行動とか認知を研究する上で、どういうテストをしたらいいだろうかっていうのを考えるのも研究者の、大事なポイントなわけです。で思いついた方法っていうのがこういう、非常に安いものでできる方法なんですけれども、ホームセンターに売っている発泡スチロールのブロックがありまして、横を向けると穴が開いています。この穴に紐を通すことができます。装置は簡単でこれだけなんですが、どうやってテストをするかというと、これもチンパンジーの、テスト部屋なわけなんですけれども、ここでも真ん中に透明な壁があります。透明な壁の向こう側がテスト場面ではチンパンジーがいる場所です。で透明な壁の下に少し隙間があります。で手前が室外、部屋の外に、さっきのブロックを置いて、その上に食べ物を置いて紐が渡してあって、その紐の両端が部屋の壁の隙間を通って部屋の向こう側にあると、そういう状況です。でブロックの上に乗っている食べ物を取ろうと思って隙間から直接手を出したら取れないんですけれども、紐の両端を同時に引っ張るとブロックを引き寄せて隙間から手繰り寄せることができるようになっています。ただ紐の片方だけを引っ張っても紐しか取れないので、台を動かすことができなくてうまくいかない。まずはこういう状況で、2人のチンパンジーをそれぞれ別々に、学習をさせました。紐の両端を同時に引っ張らないといけないということをちゃんと理解した、その後で台を2つ用意して、その台を1本の棒でつないでやります。その2つの台を、また長い紐で、渡してやって、その紐の両端をチンパンジーがいる方の部屋の中に入れてやるわけです。この2つの台の間がチンパンジー1人では手が届かない距離にしてあるので、2人で紐の両端をそれぞれ片方ずつ持って引っ張る必要がある、そういう状況です。でも途中を端折ってしまいますけれども、こういう状況で何回もやってるとやがてできるようになりました。これはすでにできるようになった後の映像なんですけれども、チンパンジーが2人いて、両方がちゃんとタイミングを合わせて一緒に引っ張って食べ物を手に入れてます。今の映像を別の角度から見たところですけど、向かって上のチンパンジーはちゃんと手前のチンパンジーのことをよく見ていて、相手が紐を持つのを確認してから引っ張っているので、一緒にやらないということをちゃんと理解した上で行っているわけです。でこの発展バージョンというのもちょっとやってみたことがあって、これはまだ論文にはしていなくて、これからもちょっと時間がないのでできないかもしれませんけれども、互恵的利他行動について調べてみようと思った研究です。ボタンを押すとジュースが出る装置を作ってみました。 AB2 箇所場所があるんですけれども、 A の場所のボタンを押すと B の場所からジュースが出ます。ボタンを離すとジュースは止まります。B のボタンを押すと A の場所からジュースが出て、ボタンを離すとジュースは止まります。こういう状況でジュースを飲もうと思うと、多分人間の場合は複数の人間がもしいたとしたら、1人の人が A の場所に行って B のためにジュースを出してあげて、もう1人の人が B の場所に行って A の方のためにジュースを出してあげて、そうするとお互いにジュースが飲めるという状況に多分なると思うんですけれども、そういうことがチンパンジーで起こるかというのを見てみたかったわけです。これもちょっと暗くて分かりにくいかもしれませんが、チンパンジーがどうしたのかっていうのを映像でご紹介したいと思います。状況としては複数のチンパンジーがいるんですが、今映っているのは一人だけですね。左を押すと右から出て、行ってみるともう出てなくて、右を押すと左が出ます。行ってみるともう出てないです。左を押すと右が出て、もう行ってみると出てなくて、右を押すと左が出て、さあ困ったと言って、このチンパンジーが取った解決策は、右を押してさらに左も押してみると、そうすると両方から出るんですが自分の顔は真ん中にあるので飲めませんと。というわけで、何回やっても
チンパンジーはどうやっても一人で解決しようとする傾向が強くて、他の個体が来ると追っ払ってしまってなかなかうまくいかなかったというのが、まあ、予備報告です。という点でその、まあ、利他行動という点に関して、チンパンジーと人間を比べたときに人間の方がより複雑で柔軟で高度なことができると、まあ、他人に思いやりがあるような行動はチンパンジーと比べると人間の方が得意だということは言えると思います。どんどん、次の研究の紹介に行くんですけれども、今度はまた別のもうちょっと高い実験装置を使った研究の紹介になります。視線の計測ですね。アイトラッカーと呼ばれる研究装置があって、この装置を使うと、このモニター上に提示されたどこを見ているのかっていうのが、すぐに分かる、そういう装置です。で、これでチンパンジーとそれから人間の大人とそれから人間の子供がモニター上のある人物が動作をしているのを見たときに、その動作のどこに注目をするのかっていうのを見てみました。だから人間とチンパンジーの比較、それから人間の子供と人間の大人の比較、そういう比較を行ったわけです。でここで見せた映像は、まあ、モデルになる人物、まあ、女の人がいて、女の人がオレンジジュースが入ったボトルを持っていて、そのジュースをコップに注ぐと、そういう単純な動作なんですけれども、そういう動作をしている時にチンパンジーや人間の赤ちゃんがどこに注目をするのかっていうのを見てみました。これは人間の赤ちゃんの場合ですね、実際の映像とそれ にここで見ているある人間の赤ちゃんの視線を重ね合わせたものを映像で今からご紹介します。赤い丸がこの時に真ん前に座っている赤ちゃんがどこを見ていたかな、見ていたのかっていうその視線を示すところです。いきます、まあ、この女の人はジュースを注ぐんですけれども、まずは顔をよく見てました。でコップを見て、顔を見て、もう一回コップのジュースを見て、また顔を見てというような感じで顔と物を見比べるような、ことを赤ちゃんはします。で次チンパンジーの場合なんですけれども、同じような感じですね、まずはジュースを見て、コップを見て、ジュースを見て、コップに注がれるジュースを見て、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 ずっとジュースばっかり見ています。でこれはジュースという食べ物だからそうなのかと思って、また別の食べ物じゃないものを使って見てみたんですけれども、それでもやっぱりチンパンジーの場合は、顔を見るっていうことをほとんどせずに物ばっかり見ていました。ここで一つ、まあ、考えられることとしては、人間の場合は、私、あなた、物の3つの関係を総合的に、理解している、捉えているんだろうということです。この場面で言うと自分とそれからテレビに映っている人物とそれから人物が操作しているものですね、その3つを相対的に総合的に理解しているから顔と物の両方を見比べるような行動が出る。ただしチンパンジーの場合は3つをまとめてっていうことはなかなか難しくて、この場合だと自分とジュース、そこだけにとどまってしまうということですね。あるいはもしも物がなかったら相手のことをちゃんとよく見るんで、自分と相手、その2者にとどまってしまう。そういう感じで、あの人間の方が、周りにある、物とか、相手とかそういった環境に対して深い理解と深い関係性を保てるというふうにも言えると思います。だんだん終盤に近づいてきたので最近のトピックも紹介したいんですけれども、だいたい今から1年半ぐらい前に今私が働いている熊本サンクチュアリにボノボがやってきました。その時点で日本にボノボはいなかったので、ここで初めて、国内で、飼育下のボノボの研究を開始したということになります。先ほどの諏訪先生のお話でもありましたけれども、チンパンジーとボノボ非常に近い関係なんですけれども、外見はしかもよく似ているんですけれども、社会性がかなり違っています。すごく大雑把にまとめると、チンパンジーは攻撃的で男が権力を握っていて、優劣が明確な社会を作ります。まあ、その一方で野生でも非常に多様な道具を使うということも特徴の一つです。一方でボノボの方は平和共存的で、女が権力を握って野生で道具はあんまり使わない、そういう特徴があります。こうしたチンパンジーとボノボの違いを調べることで、もっとよりよく翻って人間のことがよく見えてくるんじゃないかと、そういう考えのもとに熊本サンクチュアリのボノボの研究を開始したいわけなんですけれども、それに先立って、
飼育されたボノボだけ見てても多分ボノボのことを本当に理解したことはならないと思うので、野生のボノボを見てみようと、そういうことも行いました。2010年、今から5年ぐらい前ですね、コンゴ民主共和国のワンバ村という、京都大学の加納先生が、築き上げた調査地にお邪魔をしてボノボを見に行きました。これ自体はそんなに研究のトピックスとしてはないんですけれども、野外の研究がこういう状況で雰囲気で行われるということを紹介するために簡単に、その工程を写真とともに紹介したいんですけれども、コンゴ民主共和国のキーシャサという首都から、セスナ機を借りて、ジョルという町まで行きます。で、飛行機の中で、下を見渡すと、もう見渡す一面が森になっています。で、到着する空港はこんな感じで、日本でイメージする空港とは全く違って、ただ、広場があって下が待合室なんですが、影があると、そんな程度のものです。これが立派な飛行場です。で、県内に車が一台もないので、バイクを使ってワンバ村に行きます。だいたい2時間ぐらいかかるんですが、バイクで行くとこんな風に村が見えてきます。右下はその時一緒に行った調査チームの方々ですね。で、ここで森に入っていくとこんな風にボノボが、野生のボノボが見えてくるんですけれども、この映像でも一つボノボの特徴があって、実は2つの異なる集団が混じり合っているシーンなんですね。チンパンジーだとこういうことは絶対に起こらなくて、チンパンジーの場合に2つの違う集団が出会うと非常に激しい闘争になったり、あるいは殺し合いになったりするっていうことが、普通です。ただしボノボの場合はそうした殺し合いは全く起こらなくて、少なくとも今のところは知られていなくて、集団が違っても、比較的平和に共存するということが知られています。老若男女いろんな個体が混じって、暮らしているんですけれども、こうした音声もボノボの特徴ですね。ちょっと甲高いピーピーという鳴き声が森のあたりに響き渡る感じになります。で、簡単に観察できているように見えますが、実は一つ苦労もあって、ハエがすごく多いんですよね。映像を撮っているとこんな状態にすぐなります。鼻の穴とか目とか耳とかあちこちからハエが入ってくるのを我慢しながら映像を撮らないといけないという、研究するのは大変だということなんですが、そんな感じになります。これが調査中の宿泊場所ですね。仙台の研究者の方々が建てた調査地基地があって、左上に見えているのがお風呂ですね。お風呂といっても囲いがあって、その中で水浴びをするだけなんですが、右の方に穴を掘ってあるだけのトイレがあったりします。これは現地で食べる食事ですね。アフリカでも、お米が取れるので、ここではお米をほぼ毎日食べていました。で、タンパク源が、現地の人は結構虫を食べますね。こんな感じですね。こんな感じで売ってあります。それをフライにして食べたりして、味はそんなに悪くはないですが、あんまり丁寧に料理をしなくて、頭とか足とかがある状態なので、それを食べると、ここは頭だっていうのが分かる感じで、若干気持ち悪かったりします。で、野生の観察もして、また熊本に帰ってきて、飼育下でのチンパンジーとボノボの比較を今まさにしているところなんですけれども、実際に野生であるような社会交渉の違いが、飼育下でもよりよく反映されているという事例が日常観察しているとよくあります。で、典型的な例を2例紹介したいんですけれども、熊本サンクチュアリでの誕生日パーティーの様子というふうにご紹介をしました。これは、まずは、ボノボの場合ですね、誕生日パーティーっていうのは誕生日を迎えた、チンパンジー、あるいはボノボをお祝いするために、普段はもらえないようないいご馳走をたくさん用意して、誕生日を迎えたチンパンジーなりボノボなりと、仲間が一緒に、楽しむと、そういう場面なわけです。ボノボの場合に何が起こるかっていうと、右側が誕生日のレノアさん、左側が仲間のヨシキさんなんですが、ボノボの場合は性的な行動を使って平和にこの場面を楽しむということが非常に特徴的ですね。これも直接繁殖には結びつかないんですが、性的な行動を行って
仲良く食べてます。チンパンジーの場合は結構それと様相が一変します。チンパンジーの場合は、まあ、どうなるか実は予測はできていたんですが、男のチンパンジーがどうしても威張りたがるんですね。まあ、それも予想できていて、かつこの場合だとチンパン誕生日を迎えたチンパンジーは女の子だったんで、まずはちょっとややこしい男の子がいない状況で、女の子に食べてもらって、その後で男の子を合流させたんですが、その時の映像です。まずはこれが誕生日を迎えたチンパンジーとその仲間たちで、女性だけの場合はまだ比較的平和にやってるんですが、そこに登場したのがこれが今男の子ですね。はい、とりあえず俺は強いというのを示さないといけないわけです。でも俺は強いと言っている彼も実は一番強いわけではなくて、もう一人、もっと強いやつがいて、俺の方が強いと言ってるわけですね。まあ、こんな感じでチンパンジーの男性にとってはその食べ物を食べるっていうよりは自分の強さをアピールするっていうことの方が大事だというふうに思われます。でちょっと時間もなくなってきたんで、最後に最近の、1ヶ月ぐらい前に出た研究の成果をご紹介して終わりにしたいと思うんですけれども、これも先ほど紹介したアイトラッカーを使ってチンパンジーとボノボが写真をどういうふうに見ているのかっていうのを調べたものです。チンパンジーとボノボの顔写真あるいは体の写真が出てきて、それをボノボやチンパンジーはどう見るかということなんですけれども、これはボノボがボノボやチンパンジーを見ている場合なんですが、目のところを結構よく見ているっていうのが分かると思います。これもそうですね、目をよく見ています。人間の場合に、目を見るっていうことは、まあ、比較的友好親愛の情を示すような行動、だと思います。あの類人以外の猿だと目を見るっていうのは威嚇の意味になって目を合わさないわけですけれども、人間の場合は目を見て、まあ親しい関係を築くっていうことをすると思います。チンパンジーの場合ですね、チンパンジーもまあ目を見ることは見るんですが、統計的に処理するとボノボよりも優位に目を見る頻度が少ないということが分かりました。ですから、まあ大雑把に言うとボノボもチンパンジーも他の猿とは違って目を見るっていうことは威嚇の意味にはならない、友好の情を示すことになるんですけれども、野生でより友好的優雅的なボノボは、よりやっぱり相手の目を見る傾向が、強いと、野生で攻撃的なチンパンジーは目を見る傾向が弱いと、そういうことが分かりました。ですから、まあ、生物学的にその目を見るっていうことと、社会的なこととのつながりがあるということを示した結果になると思います。で、そろそろ時間になりますので、ちょっとこの辺は飛ばして、まとめに入りたいと思います。よいしょ。あ、最後に一つだけ熊本サンクチュアリの紹介をしたいと思うんですけれども、おととい私が来たところはこういう場所ですというところですね。最近流行りのドローンを使って、空撮を、しました。これはチンパンジーですね。こうやって観察をしてデータを取っている人もいますし、それから今日は紹介をしませんでしたけれども、タッチパネルを使った、認知課題を行ったりもしています。これはチンパンジーの場合ですね。それからボノボでもこうしたタッチパネルの訓練というのを始めています。これはナッツ割りの実験も今まだ行っています。お母さんがやるのを子どもをよく見てみますが、でさらに、これは右上に出ているのは野生のチンパンジーなんですけれども、野生と飼育している状態との比較も行おうと、そういうふうに考えています。でさらに、まあ、こうした研究だけを行っているわけじゃなくて、彼らの動物の福祉に配慮をして、できるだけ楽しく、まあ、暮らしてもらえるようにということを目指して今施設の運営をしているところです。で、完全にまとめに入りますが、チンパンジーにはチンパンジーの社会があります。ボノボにはボノボの社会があります。そしてそれぞれが違うわけですね。でそこから考えると、人には人の社会があると。でチンパンジーの社会と似ているところもあるし違うところもある。でさらにボノボの社会と似ているところもあるし違うところもあるというふうに言えると思います。それをもうちょっと言うと、人は人としての生物学的な、成り立ちがあると、そういうふうに言えると思います。
いろんな、本能的というような、そういうこともあるんですけれども、かなり学習によって、成立するようなところもたくさん、知られています。仲間との付き合い方を学ばないといけないわけですね。これはもちろん当然人間も同じということだと思います。で、学ぶとか、学習っていうとどうしても学校で教科書で、習うものを思い浮かべて、例えば国語や算数を教科書を使って勉強して、お家に帰ってドリルで宿題をやって、それからテストをして何点かっていうんで測るっていうふうなことが学習だというふうに思いがちですけれども、まあ、社会的な交渉というのもちゃんと学習をしないといけない。それは人間もそうですし、チンパンジーやボノボもそうだということがこれまでの研究から見えてきたことだと思います。そういう点で、まあ、我々がもうちょっとその社会的な関わりというのもちゃんと学習しないといけないということを強く意識をして、さらにそうした適切な社会というのが保てるように、子どもやあるいは次の世代への教育というのを比較的意識的にしていく必要があるんじゃないかということをまとめのメッセージにして、お話を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。